さあ、始まりました。本日のテーマは、はい、車でロードバイク、うん、まあ、マウンテンバイクでもいいんだけど、うんうん、運ぶときに外積みか中積みか、これ分かれると思うんですよ。まあ、自転車は車とやっぱ切っても切れないやっぱ間柄ですからね。そうなんですよ、関係性がもう。そうそうそう、やっぱ運んで行った先、ね、まあ、イベント出たりとかね、そうそう、レース出たりとか、うん、ロケーションのいいところまで車で行ってサイクリングするとか、ね、サイクリングするとか、はい、で自転車好きな人って、うん、だいたい車が好きな割合も結構多いから、うん、各自ねこだわりがね結構あるんじゃないかなと思うんですよ、うん、まあ、ここの3人も多分みんな車好きなんで、うん、それぞれこだわりがあるんだけど、その中でもやっぱ中に積むか外に積むかっていうのってすごい大事なのと思うんですよ、うん、全然変わってくるから、うん、あのそのイベントへの行き方とかね、用意のするものとか変わってくるから、はい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 、じゃあ森くんはジムニーじゃない？そうですね。あの企画でも出たけどね。以前皆さん見たと思う。あれいいキャリアついてたよね。あれはあれは外に外積みですね。そうだよね。はい、はい、いい、あれなんだっけ、アメリカのキャリアだっけ？はい、ヤキマっていうブランドの、キャリアの2台積みのやつになります。ああ、なるほどね。うん、やっぱ外積みのメリットってさ、あのどんなにこう汚れたりとかしても そのままドロドロになったりしたとしても外に積むから車内が汚れないっていうのはいいよね。車内汚れないですし、うん、あと座席とかも倒さないんで車内広く使えるんです。そうだよね、うん、スペース残せるからね。そうそう、確かに確かに。で岸選手、はい、今は車は何乗ってるんだっけ？アウディです。アウディの、はい、ちょい A6、はい、ですよね。はい、かっこいい車に乗ってますね。ワゴンタイプ、ワゴンですよね。そう、後ろが、まあ、ハッチバックタイプなんだけど、な長いよね、うん、はい、でそこにスペースがあって、僕は後ろ全部倒して、うん、僕ね、やっぱこれは自転車のサイズもあって、やっぱり、うん、小さいサイズの自転車だったら正直車輪外して椅子倒さなくても、うん、後ろの荷台に積めるじゃん、うん、で僕でかいんで、うん、車輪外しても荷台に積めないですよ、自転車が。ああ、そうなんだ。って なるともう倒してもうフルフラットにして乗せるしかないから。逆に言うと、あの A6 だったらそのまま詰めるんだ。そう、僕の大きさでもそのまんま丸ごと入んの、車輪外さないで。そう、それ楽だよね。めちゃめちゃ楽。じゃあ基本的に外には積まないんだ。積まない。中それなんで？まあ僕そもそも自転車を上に積むと汚れるじゃん、うん、例えば雨降ってきたりとか、例えばだから何、レース前に自転車きれいにするじゃん、うん、イベント行く前に、うん、で行った時にじゃあ次で遠征出ます、うん、出発した時にその移動中に雨とか降るかもしれないじゃん。確かにね。 あとホコリとかね。ホコリとかやっぱあと虫とかさ、あーつく、でそういうのつくのがすごい嫌だから、せっかくきれいにして、じゃあイベント出るレース楽しみなのに汚い自転車で出たくないじゃん。確かに高速道路とかさ走るとさ、ヘッドとかハンドルのところとかに虫めちゃめちゃついてる時ある。車もそうじゃない。そう、やっぱ前フロントのグリルのところも虫だらけになるじゃん。たくさんつく。ああ、確かに確かに。そういうのもあるから僕の中がいい。あ、なるほどね。でも外でもさ、後ろに詰めるタイプあるんだ。あるっすよ。あのね、うち、移動用の車は、うん、ワーゲンの、ポロっていうのに乗ってるんだけど、うん、それは後ろに、キャリア、サリスのキャリアをつけてて、うん、上じゃなくて、後ろにつけるタイプのものがあって、はい、でそれは、ね、引っ掛けるやつだ。あ、そう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 。だから別に、ね、そのワーゲンじゃなくても違う車種にも、うん、インプレッサもたまに乗るんだけど、うん、まあ、それも中にも入れられるんだけど、ちょっとめんどくさいから、うん、あと2台積むことが結構多くて、うん、そういう時は後ろにその、あのね、簡単にキャリアをつけられるタイプのものがあって、うん、っ写真で今こう出てると思うけど、うん、それはね本当楽なので、今言ってた虫がついたりとかするのも後ろは乗せてるから、確かにそれはねつかなくて結構良かったりする。ジムにも虫つかないんですよ、後ろだからね。そう、後ろなんで、うん、でもやっぱそれは楽ですよね。外に出てても確かに汚れるってなるんですけど、うん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 、後ろ付けはいいです。あとかっちょいい。分かる。まあでもかっこよさで言ったらやっぱね、上積み好きなんだよ ね。これですごい好きで、やっぱヨーロッパのさ、ツール・ド・フランスとかの後ろの隊列についてるチームカーね、上にさ選手のバイクバーッ乗せてさ、で大体さ結構いい車なんだよね、うん、BM の5シリーズとかメルセデスの E とか、うん、あとボルボの V60-90 とか、うん、結構いいステーションワゴンの走りもねちゃんと体験堪能できるような車の上にあえて自転車が乗っかってるし、うん、なんか趣味全開みたいな感じの、あのスタイルすごい好きなんだけど。でもあれはあんま好きじゃないんでしょ。いや、あれは、あのレースで
上に10台自転車が乗ってるからかっこよく見えるんだよ。はいはいはい。あの現場で車自体もチームのカラーじゃん全部が。そう、確かにね、統一感あるよね。そうで、上の自転車もそのチームのスポンサーのバイクが積んでるわけじゃん。はい。その統一感はかでかっこいいだけで、実際の僕らの車でやったら上に積むじゃないですか、うん、積んでない時とか、うん、そのキャリア残ってるんですよ上に。あんま気にしないけど、うん、なんかむしろ、あの運転手さんは自転車も趣味なんだって。そうそう、それが分かる。車をすごく高い乗ってるし自転車も趣味なんだって、えすごい人生楽しんでるっていう。そう、なんか趣味の人なんだっていうのだから、そこであのぶっちゃけブランドあるじゃん、うん、サイクルキャリアの、うん、それがさ、まあ何が優劣っていう話じゃないけど、うん、個人的にはあのスーリー の、 あーあのエアロタイプのやつとかがついてると、エアロバーのやつ、あれ高いんだよね。高いです。あ、前にね、前に差し付いてて、あれが付けられるタイプってバーも高めのやつだけど付かないの、うん、でそれついてると、あ、この人は分かってんだって、分かってる人だなってちょっと思う。だ、個人的には結構その今乗ってるような A6 とかにそれ付けたらかっこいいんじゃないかなと思うんだけど、うん、あんまりタイプじゃないんで、タイプじゃないな。いや、これはね、分かれますね。分かれですね。うん、僕はもう絶対同じの、うん、もしも買ったら、うん、上ですよ。上につけたい。上ですね。上につけたいんだ。憧れですか。あ、そうだよね。趣味、まあね、趣味感が出るよね。そうです。で、うちの車もあのメインで乗ってるのがあの RX7 っていう日本の名車ですね。まあ、なかなかね、あのエコな車なんですけど語弊があるんだけど、ちょっと語弊がある、語弊があるんで、まあまあ、かっこいいと思う、かっこいい車乗ってるんですけど、いいすあれはね、でもね、中に詰めるの。あ、前見せたじゃん。そうですね、そう、外気ヒルクライム。そうそうそう、あのね、狭い車体も工夫すれば自転車1台は積める。あ、でもね、1回ね、2台積んだことあって、ギリ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 ね、ほんと助手席も全部倒して後ろの席も倒して、はい、運転するスペースだけギリギリ確保した状態だったら2台入ったんだけど、まあ全然実用的じゃないから、うん、そう、あれにね、試したいなと思ってたキャリア、さっき言ってたそのサリスのキャリアをつけようと思ったんだけど、はい、車の形状が後ろもう流線形すぎて、確かつかなかったの。 下についてるし地面に、あ、そうそう、あと引っ掛ける場所がないの、うん、あ、そうで今ねやっぱ注目してるのが吸盤タイプのやつが、ね、それね、あ、そう、結構あるんですよね。僕それだったら自転車を外に上に積みたい、うん、すぐ外せるから。そう、あ、使ってない時、積まない時も上にキャリアが残んないじゃん。確かに。その時だけだからもうすげえ気になってる、気になってる、うん、そう、最近ね増えてきてるんですよね、うん、増えてきてる。そうで、これだったらスポーツカーにもつくし、その騎士みたいに使わない時は外したいっていうのもね、うん、用途としてはある。そうそう、たださ、これ本当に持つのかな。なんかネット上だとかで、ね、うん、コマーシャルで流れてきて、なんかすごく荒れた道を激しく走ってるとか、スポーツカーでカップ出たりとかっていうのは見ますけど、コマーシャルだからじゃないのそれ。怖いっすよね、本当に。実際はそうなんよね。いや、それで落ちたら悲しいよ、うん、本当。だって松尾さんのバイク総額いくらですか。200、まあ、100万以上はするでしょ。でそれがポンですよ。だよね、もう俺無理ですよ、まあ、でもなんか調べてみると、補助紐っていうの、補助バー、補助紐なんかね、うん、その落下防止用のやつとかもあるらしいんだけど、うん、どうなんでしょう ねこれ使ってみないと分かんないからね。そうですね。これさ、実際これ買おうよ、これ。いや、めちゃめちゃ興味あるから ねで、みんなの車につけてみてさ、ありだよ、いいっすよ。ちょっとこれどんな感じかっていうのさ、ちょっとガチで試してみるっていうのはありだよね、うん、落ちたら落ちたでそのまま出すから。うわ、俺泣くな絶対しかもあの松尾くんの RX7 につけるのも俺結構興味あるわ。あ、マジ。ああいう車にさ、うん、積むとどうなるかっていう。で、まあ、見た目もちょっと楽しみだし。確かにね、確かに。スポーツカー&スポーツバイクみたいな。そうあと結構楽しみ。ホイールベース足りるのかですよね。どうなるのかって、うん、あの上に乗っけたら、ね、想像つかないですよ。そうだね、ちょっとこれは楽しみ。いや、これちょっと試しましょうよ。試す。でもまあね、だいたいね、安いものだと3万円前後ぐらいからあって、うん、でだからメーカー品だと5万ぐらい、5万ぐらいだよね。なんか用意したいね。用意 しましょうか。多分ね、気になってる人も多いんじゃないかな。いや、絶対多いよ、ね、実際ぶっちゃけどうなんだみたいなね。だって結構レース会場行くじゃないですか、僕らも、うんうん、あんま見たことないですよね。ないっすね、実際にその吸盤使ってる人って、うん、確かにね。上積みか中、まあ、ちゃんとね、そのバーに固定してっていうタイプが多いから、ちょっとそれは用意してやってみてもいいね、うん、そうしましょう、はい、ちょっと用意してガチで使ってみるっていう、ね、やってみますか、うん、これ興味あるよ絶対。やってみましょう、うん、はい。
まあ、ということでね、皆さんいろんな車多分お持ちで、いろんな乗せ方をね、うん、してて工夫もあると思うんですよ、うんうん、だからうちなんかはもう狭いから本当に毛布をこうかけたりとかね、うん、中積みなんだけどガチャガチャしないように毛布でくるんで置いたりとかね、まあ、いろんなアクセサリーも売ってますし、うん、なのでうちはこういう車に乗っててこういう積み方してますよみたいなコメントがあれば欲しいですね。それねぜひ教えてほしい、うん、もう車大好きなんで、大好きそう皆さんのね車話を、ね、聞いてみたい。一番好きですよ、ね、大好き。一本動画撮れちゃうもんね。絶対松尾くんが喋っちゃったらもうずっと話してる、うん、そう、うん、もう車動画撮ってくる車動画 Vlog で、あ Vlog でね、そう RX7 にロードバイク積んで走りに行く。あいいかもね、撮ってみよう。 OK、はい、まあでもねこの吸盤用意して皆さんにお届けしたいなと思うので、うん、まあ、少々お待ちください、はい、多分買うんで、はい、ということで、はい、まあ、今回車の話でしたけど車に限らず、うん、皆さんの、僕らに質問したいこととか、こんなこと気になってますみたいな話題とか質問あればどしどしといつでもコメントいただければなと思います、うん、はい、はい、ということで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。